どうも、劇団6番シードの宇田川美希です。はい、今日も皆さんのお悩みに乗っていこうかなって思っています。今日はですね、昼間にいろいろ仕事をしてちょっと暑かったんで、ちょっと見えますかね、ちょっとテラスでちょっとプール入れまして10分ぐらい入ったんです。で、プールプーって機械でポンプでバーって入れるのに15分、お水入れるのに1時間ちょっと、入ったら20分かどうかっていう、まあ量を取るのにもなかなか時間がかかりますよね。まあでも楽しいプール開きになったかなと思います。皆さん、明日から台風6号が来ますんで、私は台風が来ても使ってようかなって思ってますけれども、台風が来ても多分暑いですからね。まあでも皆さん、お仕事、まあ来週から普通にあるでしょうから、私来週いっぱいお盆休みなんです。たままプロデュースがお盆ぐらいから稽古が始まるんで、なのでまあそれまではお盆休みなんで、仕事をちょっと片付けながら、量を取りながら楽しく生活しております。はい、というわけでですね、本日も皆さんからいただいたお悩みに、お悩み相談にこうちょっと解決していこうかな、解決にならないかもしれないですけど、今回は2つ、まず1つ目です。ズバリ、今年の冬は暖冬ですか？知るか、天気予報士に聞いてくれ。ただですね、この間ニュース2-3かなんかで見たんですけど、日本今四季じゃないですか、春夏秋冬と、なんだか二季になるみたいな話がちょっと出てるそうですね。春と秋がなくなるみたいな、ちょっと嫌ですよね。私日本の四季が大好きなんですけれども、私春生まれなのでやっぱり春が一番好きですね。なんで春が好きなんだろうって考えた時に、やっぱりその自分が生まれた季節だからかなって、一番最初に感じた季節だから春が好きなんだろうなって思ってます。なので皆さんどうですか？自分が生まれた季節が一番好きじゃないですかね。まあ、次に好きなのが夏です。夏っていいですよね。もう毎日ハッピーだし、毎日楽しいし、毎日明るいし、毎日暑いし、毎日イエーイってなるじゃないですか。私夏は本当テンション無駄に上がっちゃうんで、夏大好きですね。無駄に上がりすぎて疲れて、昨日も10時ぐらい寝て、10時間ぐらい寝ちゃったんですよね。はい、そして今日は2つ目、今日はささっといきますよ。2つ目です。私は言わずと知れた雨女です。私も歌川さんのように晴れ女になりたいです。晴れ女になるためにはどうしたらよいのでしょうか、教えてください。このお悩みの前にちょっと一つ物申したいです。歌川さんになっています。私は田んぼの田です。これ大いになっちゃってるんですよ。大い、わかります？大いね、ゆが2つ重なった大い。ちょいちょい私も言ってるんですけど、田んぼの田なんですよ。でもね、宇多田ヒカルさんが大ブレイクしてからというものの、別に宇多田ヒカルさん悪くないんですけど、宇多田ヒカルさんがブレイクしてからというものの、宇田川宇田宇多小歌さん、田んぼの宇田くんはね、宇田くんね、OG3 の田んぼの田だっけ、多いだっけ、まあそういうことでですね、大いにしちゃう人が多すぎるんです。多分宇多田ヒカルさんの宇多田っていう文字を見てるからだと思うんですよ。見てるから宇田川さんの田も大いに違いないと思って、みんな多いって書くんですけど、多くないの、全然多くない、ほんと多くないから。田んぼの田ね、今埼玉に越してから田んぼだらけなんです、周りが。今すくすくと育ってますよね、その話は別にどうでもいいんですけど、私は田んぼの田です。歌川じゃないです、歌川です、濁ってください。はい、この方の、お悩みは、自分は雨女なので晴れ女に転じたいと、晴れ女になるためにはどうしたらいいんですか、教えてくださいということです。皆さんご存知ですか、
私晴れ女じゃなかったんですよ。雨女だったんです。こう見えて私がどこぞに行ったらどこぞに行ったら晴れる晴れる、今日は小槍だね、あ宇田川さんが小槍だからやった、細川博史さんの雨男を凌駕して宇田川さんと細川さんが同じ日に小槍、別の現場でね、で宇田川さんのおかげで晴れたって細川さんからリプでありがとうございますって来たこともあるんです。ただ皆さんご存知の方は分かってると思うんですけど、私めちゃくちゃ雨女だったんですよ。6番シードの作品天気と戦う女、あれのモチーフになったの私です。私の雨女の体験をいろいろ松本に話していたら、それは面白いねっていうことで脚本になったんですけど、本当に日時ずらし作戦とか、あの日時じゃなくて私がやってたのは時間ずらし作戦ですね。あの本になったのは日時をね、そのあのサザンオールスターズのライブに行くのに雨が降らないように日時をずらそうっていう作戦を彼女はその主演 の、ま、あのシーンがやってた、いや主演のお話はそうだったんですけど、私の場合はその日時まで大スペクタクルではなくて、数日にわたってないその日です。その日の夕方ぐらいにお出かけをする予定があった時に天気の雲行きが怪しいと、だったらちょっと4時に出発するはずなのに、本当はね4時なのに2時ぐらいから支度を始めて、なんか3時ぐらいには出るよみたいな空気出しとくんですよ、メイクしたり。そうするとね雲がわーってきて雨降らし始めるんですよ、出る時に。でちゃんと出ようとするんです。そしたらやっぱ降り出すんですよ。わー来て来てふたふたと思って、まだですって言って、でその1時間か1時間半後に出ると止んでるんですよ、っていう時間ずらし作戦ですね私の場合は、っていうのもやったし、いろんな作戦をやって天気をこう惑わせて、自分がお外へ出た時に雨が降らないような作戦を練って実行してたんですよ。でそしたらまんまと降らなかったんだっていう話をしたら、それが天気と戦う女っていう作品になったんですけど、私は最強雨女の役で出てたんです。だって雨女だったから。ところがですね、その去年再演するまでもう何年前でしょう、私は36、7ぐらいですから12年ぐらい前にやった天気と戦う女の千秋楽と私の次の現場がバッティングしていて、私は千秋楽昼だけ出て最後の一公演だけ別の女優さんにお任せしてっていう会があったんです。で私は終わって池袋から銀座に行かなきゃいけない、博品館劇場に移動しなきゃいけない。でシアター火災終わって皆さんにこう見送られて、気をつけて行ってきてくださいねって言って、で私は銀座に向かったんです。そしたら銀座にゲリラを連れてっちゃって、一緒に池袋で降らせたやつを、私が本番中めっちゃ降ってたんですよ。で終わってやんで、でミスさん今のうちですよって言って移動して銀座行ったらまた降ってるから、私はもう池袋ももうね、銀座も中央区も雨だと思ってたんです。そしたら後から聞いたら、ミキさんがあのわーってお見送りした後ピーカーに晴れましたって言われて銀座に持ってっちゃったんです。そしたら銀座着いたらもう目の前ね、地下上がってったら目の前真っ白、もう歩いていけるような雨の降りようじゃないんですよ。もう跳ね返りがすごくてもう真っ白になっちゃって霧みたいに前が見えないんです。だからもうすぐタクシー止めて、すいません近いんですけど博品館までお願いしますって言って、3分ぐらいしか乗らないのにビューってすぐそこだから、で着いてそっからずっと私銀座にいるじゃないですか。ずっと雨降ってんですよ。で休憩時間ちょっとねお外出れるんですけど、その何階かのテラスみたいな時にずっと雨なんですよ。で浅草さんと雨ですねなんつって、いつやむんですかねって言って、で銀座に雨を持ってっちゃったっていう。でもねそこからです変わったのが、そのおかげなのかな、連れてっちゃったおかげ、いろんな作戦をやって生きてきて、それが物語になって自分が雨女を演じて、で雨女を演じきって千秋楽別の現場に行ってそっちまでゲリラを連れてっちゃった私が海が出たんでしょうね。それからパタリと何か行事、何か小槍だ、何か友達を出かける、大事な引っ越しだみたいな時に雨が降らなくなったんです。晴れるようになっちゃったんですよ。これはやっぱり思いましたよね、これは晴れ女に転じたぞと。今まで頑張って雨女であることを認めて、じゃあこうしてやれああしてやれって、本当時間ずらし作戦とか
いろいろやってきたおかげで、あれ女に転じたな私って本当に実感しました。劇団でやった映画 D プロジェクトで、福田麻衣が午前中でアップしなきゃいけなくて、でも天気が悪くて雨がちょっと降りかけてる時に、でも晴れてなきゃいけないっていうんで、監督がじゃあちょっと私がちょっと西の空に念じるんで待ってくださいって言って、西の空 に、あの天気ってね、西から東に変わるじゃない日本、西の空にすごいガッてしますからって言ってガッてして腹刺したこともあるんです。何分か 1,2 分今だって言って撮って、で車の中でメイクを落とさせて返すっていうこともあったんです。だからちょっとね、天気を操れるぐらいになったんですよ。ちょっと待ってください、晴らしますから、天気に刺しますから、ちょっと待ってくださいみたいな。最近それやってないんでもう操れないと思いますけど、やっぱ天気と戦ってきた人間なんで、それぐらいになるんだなっていう、どんだけ引き寄せてんだ天気をっていう話なんですけど、まあでもこのね、悩みの方もまずはね、自分が嫌じゃないの、もうしょうがないの、雨女なんだから、それ認めてください。認めたらね、次に行けますから、認めることからです。認めないと、いや私は違う私は違うってやってたら、もうニッチもサッチもどうにもいかなくなっちゃいますから、とりあえずは自分が雨女だということを認めて、じゃあどうしようかっていうことを考えて対策を練って、私みたいに時間ずらしい作戦してみてください。そしたらある日海が出て晴れ女に転じることができます。そして私は今晴れ女で大変なことになっています。こんなに暑くなっちゃって何するのにも、5月に奈良京都松本恵子と真野美香と小川千秋と行ったり、先月は川口湖かな行ったんですけど、そもそも雨予報なのが全部晴らしちゃったんで、 雨じゃなくて晴れになっちゃって、もう暑くて大変だったっていう、まあそれはそれいいけどね、うんね、まあそれぐらいになるぐらい頑張りましょう。この復興相談くれた方ね、頑張っていきましょう。はい、明日からね台風6号が来て、なんかあんまりよろしくない天気になるようですけれども、皆さんくれぐれも気をつけて日々お過ごしください。はい、じゃあまたご相談お待ちしてますよ。はい、やっぱりじゃあの